どうもこんばんは。どうもこんにちはの方もいたり、おはようの方もいるという噂を聞きました。私新反町隆史です。よろしくお願いします。本日は週に一度ぐらいはこの質問コーナーをしていかないと、質問がすごく溜まっていくので、1週間ぶりぐらいかな、やっていきたいと思います。ヤフー知恵袋に答える人、よろしくお願いします。じゃあ早速いただいた質問をどしどしと答えていきたいと思います。いただきましたありがとうございます。はい、どうかな。高校生です。あ、いいですね。高校生からの質問ですね。高校生です。付き合って1週間ですが、彼氏の誕生日が来ます。高校生ということは16、17か。高校付き合って1週間ですが、彼氏の誕生日行きます。どのようなものをプレゼントしたらいいでしょうか。ああ、そう。1週間で誕生日来ちゃったか。そっか。じゃあね、1週間なので、まだそこまで、ね。別に、しかも高校生やし、そんな、あれ、唐揚げくんレッドでいいんじゃないですかね。それかね、手ぬぐいハンケチとかね、ハンケチとかいいんじゃない。高校生か。まあでもそうですね、唐揚げくんか手ぬぐいかハンケチぐらいでじゃないとね。そんなお金、お金、お金かかるよね。でなんかね、あんまり高いものとかまで引くことないですか。僕は小学校の時にね、小学校1年やったかな、1年間家でなんか誕生日会みたいなするじゃないですか。まあ、するとしないとこもあるけど、僕の家はこうお母さんとか友達とか呼んで誕生日会をしてくれたんですよ。ほんならね、その小学校1年間2年ですよ、その中で女の子が1人、他の子は多分ね、本当にすごく安い可愛いものお菓子とかなんかもらったんですけど、一人だけ女の子がね、なんかこうなんか箱に、なんか木のちっこい箱みたいなやつに、これは一人になるまで開けないでくださいって言われて、開けないでねってみたいな感じで、まあそこで多分開けなかったんだと思う。ほんでうちのお母さんと一緒にみんな帰ってからパカッて開けて、その中で確かに1万円札が入ったんですよ、小学生1年生に。でなんかね、それをお母さんと、それは良くないって言って、その家まで返しに行ったことは覚えてます。なんかね、その子の家はね、確かね、お医者さん、まあすげえむちゃくちゃでかいお医者さんで、まあ、有名なお医者、あの有名なその病院の多分院長の娘とかやったんちゃうかな、ね、そんな子やったと思う。だから逆に不器用になったんかな。そう、一応何をか分からへんから1万円、まあその頃の1万円でびっくりしましたよ。そんなことがありました。まあ、質問とは関係ないですけど、高校生付き合って1週間ですが、彼氏の誕生日が来ますと、どのようなものをプレゼントしたいですか。これ唐揚げくんが一番嬉しいですよ。唐揚げくんレッド、僕辛いの好きやから、でまあ、僕は辛いの好きやから、唐揚げくんレッドも大して辛くは感じないけど、大して全く辛くない。でもそれぐらいがちょうどいいんじゃないですか。あれも250円ぐらいかな、高校生やからね。以上です。ありがとうございました。質問ありがとうございます。なんか、なんか質問をたくさんもらってるんですけど、なんか答えようがないようなやつもあるんでね。なんかないかな。あ、いい質問来ました。ありがとうございます。眉毛太いんですけど、伊達メガネ似合わないですよね。メガネが、眉毛が太いとメガネが似合わないとかあるんですか。しかも伊達メガネって言ってたけど、あんまりその旗から見たら伊達メガネなのか本物のメガネなのかわからないです。これわかりますか。これ本物のメガネです。伊達メガネじゃないよ。
だからね、ちょっとこの感覚わかんない。別に眉毛が太いからってメガネがなんかね、聞いたことないですけどね。どっちですか、一般的な眉毛細い方が似合うかな。あんま関係ないな気がするけど、眉毛、眉毛だけで。昔はこう眉毛すごい細いの入って、今はちょっとね太っぺ、太っぺを言って太っぽい遠藤久美子みたいなね眉毛してる人結構いますからね。太いのが入り出してね。いや、質問ありがとうございました。だから眉毛ではあんま関係ない、伊達メガネ。それとそのはたから見たら伊達メガネなのか本物のメガネなのかは、動画入ってるのか分かんないっていうのがまあありますね。はい、以上です。じゃあ次いい質問があるかな。ありましたね、ありがとうございます。じゃあ次の質問いただきました、ありがとうございます。これもねちょっと嵐のライブの、嵐のライブの MC ってライブ始まってからどのくらい時間が経ってからあるんですか。嵐のライブの MC ってライブ始まってからどのくらいの時間経ってからありますか。これは嵐によりますね、その日の嵐によると。多分ね、あの僕、まあ僕の場合はもう一曲目始まる前なんか言うとりますけどね、それはでも稀です。うん、だからね最初やっぱりガン、まあドームツアーとかでガーンってこう照明当てて歌、音楽始めて、多分ね1曲目、1曲どころじゃないな、 2,3 曲は続けてやってようやくじゃないかな。だから始まるっていうのが、まあ照明からついて前奏から煽りみたいなのからいくと、まあ25分、20分ぐらいかな。だから嵐のライブの MC は20分ぐらいだと思ってくれていいと思います。ありがとうございました。次の質問、いい質問いただきました、ありがとうございます。高校生でカラオケ行って歌う曲で、この曲歌ったら周りの反応どうなりますかね。ん、1、夜空の向こう、2、世界に一つだけの花、3、チキンライス。あ、これなんか僕にとってまあまあその世代ではないけど、でも高校生がこれってちょっと古すぎるんかな。渋くていいんじゃない、いい歌で。別に人が人のなそんなことを気にせんと好きな歌を歌え、いいですよ。そんな気を使わなくてもいいですよね。ね、僕のその高校生で梶原くんなんてもう尾崎豊かウルフルズしか歌わなかったですよねえ、だから気を使わずにバンバン歌ってくれたらいいし、僕カラオケとかでみんな歌ってるのすごい好きやしね。だから気にせんといいと思うんですよ。なんか何を気にしてんのかなって。まあ次の質問いただきました、ありがとうございます。今更だけど尾崎豊ってなぜあんなに若い人に人気がありました。反体制を歌に作ってたよね。反体制、あれを反体制というかな。まあでも自由になりたいとか言ってたから反体制っちゃ反体制だけど、でもどっちかというと若者のこの不条理な孤独感とか、なんか若者ならではの何かやから、同世代というかこの若い世代17、18、高校生ぐらいか中学生高校生の気持ちをなんか持っていった感じがするので、反体制っていうよりその10代の青さとかなんか悲しさ切なさ愛やら何やら、あとなんか歯がゆさとか全部こう歌っていたので、なんか反体制とは違うんですけど、やっぱりその若者の心をつかむというのはそういうことだと思いますね。以上です、ありがとうございます。ではそろそろ最後の質問をいきたいと思います。
僕の胸には響かなくて。アルバイト先の30代の男店長が上司に、アルバイト30代の男店長が上司にすごく怒られていて落ち込んでいたんですけど、20代の女子大生バイトに慰められたらどう思いますか。あ、アルバイト先の30代の店長が、店長のより上司がおるってことは、まあ、上司の上の本部の人がなんかで怒られてるから、で落ち込んでオーナーかなんか落ち込んでいたんですけど、20代の女子大生バイトに慰められたらどう思いますか。人にもよると思うけど意見を聞かせてください。20代女子大生バイトに慰められたら僕なら好きになりますそんな優しくされたらね、そんな落ち込んでる時に、まあ、怒られてるからも、いや嬉しいですよ、優しいなと思う。好きになるしかない、それ以外考えられへん。まあ人にもよると思うけどって、まあ人にもよるけど、でもなんかこの人は気使ってるってことは、なんかこんな若いやつに慰められたら男としてのプライドがなんたらかんたらって思うんかな。僕はあんまり思わないですけどね、うん、女子大生のこと好きになる。逆にいいですかね、30代の男店長が20代の女大学生バイトを好きだと気色が悪くないですか。どうですか。でこの子は気にしてるってことは、この30代の店長が好きなのかな。グーグー言っちゃだよ言ってますね。いやいやいや、まあ人によるプライドがあるけどね、まあまあ僕らは嬉しいです。いや本当に、まあ今日はこれぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。まあ、最近このすごくとうとうね12月のもう始まってもう7日8日ぐらいです。もうクソ寒いですけどね、本当に何度も言ってますけど、風邪などひかず、ほんでインフルエンザとかはもうそのうちまたむちゃくちゃ流行りだしますので、手洗いうがらいをしっかりと押してくださいね。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。これからお仕事の方は頑張って。Yeah.